こんにちは、ケアライトの吉田です。澤田です。今週からいよいよ、はい、早いね、すぐ東京開催ということで、はい、ネギシステークス、はい、まああの3週後のフェブラリーステークスをちょっと睨んでという、はい、そうですね、そうですね、これ勝てば優先出走と。あ、そうです、はい、で16とフルゲートなんですけれども、なんと関東馬が2頭しかいません。そうですね全く経営者はもちろんできないと思うんですけれども、はい、やっぱり関西馬がこれだけやっぱり、はい、ダートのオープンクラスだと多いね。そうです ね、まあ、仕方ないですけども、それでやっぱりあの各馬のこう調整のあれをビデオなんか見てると、はい、あのやっぱり長距離走ってことでね、1週間前に強く追って、うん、はい、直前は少し余裕を持たせるっていう試合が多いよね。そういうのが多かったですね。ですね、はい、あのリアン・レイテみたいにミモニ法が入ってきて、はい、早めに入球してあの、ね、こっちで打ったのもいますけれども、うん、はい、大体そういうパターンで来てるんですけど、どうでしょうか。どうなんか感じです。人気なのは。そうですね、個人的には、まあ、その中でも比較的時計出したヘリオスですか、ね、あ、そうだね、はい、本当になんか今の好調ぶりを表すような調教内容で、うん、本当重心低い走りで走る気満々という感じだったので、卓球とか直近乗ってね、はい、なんか合わせるまで直前もやって、まあ、ちょっとレース感覚が空いてるっていうのもあるとは思うんだけどね、はい、まあ、これは力出せる状態じゃないかなと思います。 あとソリストサンダーですね、人気なのはね、はい、でなんかこうこれも1週間前に やったんだけど、なんかちょっと、はい、もう一つかなというか長めに来て、うん、はい、ちょっと中身がどうかなという、まあ稽古ではあまり派手なまではないんだけれども、うん、直前もハンドル少し控えて、まあ本当は叩いた方がいいタイプでもあるんで、うん、まあ、確かにちょっと冬場は強いとはいえね、はい、まああんまり強く状況からは押しづらいなという感じがする、はい、これはねちょっといいな、結構いたんだけれども、はい、オメガレインボーとかね、これも直前でかなりそういうとこやって、はい、あ、直前じゃなくて1週前ね、はい、やって、直前はちょっと芝居重点っていうみたいな感じだったんだけども、うん、前半の方が良かったし、あとそうだね、なんかいろいろいるんですけれども、ちょっと気象難しい、いや、まあ、乗り難しそうな馬ですけど、テイムサウスダンとか、あ、そうね、これはでも、はい、なんか岩田ジョッキーがずっと稽古つけてて、うん、そうですね、なんか難しそうだもんね、乗っててもね、そうですね、なので、ちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ、やっぱりあの短距離馬、ダートの短距離馬らしいタイプというか、うん、で、あのだから姉妹中って、ね、あの山でやってるんですけれども、はい、あの11秒台でね、上がってくるぐらいに仕掛けるとね、はい、まあ、この辺もだから仕上がりとしてはいいかなと思うんだけど、うん、あとどうでしょう、高野ビューティーはどう見ました。高野ビューティーはね、もともと昔からそうなんだけど、ウッドではそんなに速い時計出すタイプではないんでね、はい、まあ、一緒のように合わせまでやってるんだけど、稽古であんまりそんなに推奨したことないんですけど、そうですね、なんかいつもこうちょっと遅れたりとか少し合わせた馬に劣勢だとかね、はい、っていう感じがあるんだけれども、ただあのきっちり稽古積んでると、うん、ね、競馬でも割と姉妹を確実に足使うんでね、はい、このぐらいあの並走状況積んでればいいんではないかなっていうふうに見るけれどもね、はい、うん、はい、まあ、どうなんですか、うん、そんな感じするけど、あと、はい、どうですか、なんか、まあ、一ちょっと関東馬の方でいうと、うん、ちょっとエピアウィットっていうのは、ね、もう基本的にちょっと状況では動かないタイプというか、うん、もう難しいね、そう、今回はちょっと珍しくちょっとスッて反応して、うん、まあ、おそらく短距離を意識してということはあると思うんですけどね、あれは難しい馬なんだよね、ちょっと当日まで分かんないですけど、そう、能力的には難しい、はい、俺一回だけ勤めたことあるんですよ、それでね、あるんだけれども、はい、だからずっと狙ってる人はずっと狙わなきゃしょうがないみたいな感じでね、はい、ちょっと爆発力、でもちゃんとあの堀金車にして直前であの3頭合わせであれだけハードに攻めたっていうのはね、はい、ちょっと変わっても不思議ないかなっていうし、この1400とこの調整内容で、うん、そうちょっと不気味なところもあるんだけどね、はい、それからあとあのエアアルマスっていうのも、はいはい、割とあの2年前かなんかに左回り使った時に、はい、左で使った時にくしゃくしゃになっちゃったんだね、はいはい、全然だから左回りはダメだと思ったら、あの去年のフェブラリーステークスでちょっといいとこ先行してごちゃごちゃ粘ったんだけども、はい、これはね、なんかあの走る気がすごく出てて、状況集中力が、うん、なんかそんな感じ、はい、であとはだから東京コースにそ
んな実績がないんでね、左前に、うん、それをどうこなすかなというところなんだけれども、はい、まあ結構言うんですよ、いろいろジャスティンとかね、そうです、結構ピッツ走、相変わらずピッツ走がいい動きしてるみたいな子がね、はい、いるんで、まあ、あの人気はソリストサンダー、そうですね、それと何、オメガレインボーも人気ないでしょ、なりますね、それからテイムサウスガン、あ、タグナビューティーもちょっと人気ないでしょ、ヘリオス、ヘリオスいるけれども、はい、なんかこうそんなに抜けた馬はいないね、はい、なんかすごい無責任だから、好きなのやってくださいから無責任になっちゃうけども、そうですね、割とそういうね、結構馬券的には非常に面白い、そう面白いレースだと思いますね、うん、まあ、一応関西、いつも関西版だからかなっていう感じもするけど、はい、ちょっと混戦ですね、はい、面白いですね、そんな感じでどうでしょうか、はい。